今日は古い茅織の組み立てになります。はい、古代釜継ぎで下まで送り入れて送って上から線で留める工法になります。少し大きくしたら新しい線で打ち込んで締め付けていきます。打ち込んだ線を早織りを傷つけないように切って終了です。お疲れ様でした。